人間ドックをしたという話をしたじゃないですか。うんね、ちょっとお腹が痛い日が続いたので。うんうん、じゃあ全部調べちゃおうっつってね。うん、でも言い,い調べたらすごい綺麗ですよなんて言われて。<laughs> うん、で、そのままん、何も見つからず。でもお腹がまたちょっと痛いのがあったりするから。なんか言ってたな。だからもう腸を調べようと。うん、前の人間ドックで腸をやってなかったの,この内視鏡的なさ。やってないんだ。そう。だから腸を別で調べようっていうことになってさ。うんうん 行ってきたの超、この何ないし調べるね。ケツからだから入れてさ、あれね、カメラ、はい、ああ、超、こう、見てもらうやつ。ああえー、一回俺、あのー、うちさま、ああ内村さまーずの人間ドック企画で一回だけやったことなんだけど、ああえー、この麻酔してね。麻酔すんだ。全身麻酔みたいな。全身麻酔っていうか、点滴こう打ってさ、ああこう、ふわーっともうなんか、ふわーっと感覚なくなって、その間に、ふわーってやる。ああええー。 その時も前もうここで話したから、その時こうやってもらってさ、うん、意識はあるつもりなんだ、自分では。うん。知識あるつもりなんだけど、知れない間にこう、口が勝手に動いて喋ってるみたいなね。へぇー。こう意識を、俺な、なんで俺こんなこと喋ってるんだろうと思いながら口が勝手にもう、意識朦朧としてるから。な、うん、看護師さんに向かって、うん、ナース服って自前なんですよね。って、なんか、喋っちゃった俺。気持ち悪い。<laughs> 気持ち悪い質問しちゃったの。ああそう 違いますよーって言われて。<laughs> でもそれをも,もうなんか、朦朧としてな、な、なんだ俺こんなこと聞いてんだろうと思ってるけど、ああもうコントロールできないみたいなのが前あったからさ。え、それみんななんのかなまあ、なっちゃ、まあ、こう、朦朧とはする。 じゃあ、なるほどね。で、その後も本当車車運転とか、もう自転車とかも乗っちゃダメだしね。ダメなんだね。で、今回行くと。だから、今回は気をつけようと思いながらさ、行ってきたんですけど。え、だから月曜日にまたポン生放送ね。終わりで、え、病院予約してて。で、その、内視鏡検査ってこの、 いわゆるこう、下痢、下剤みたいなさ、下剤みたいのをこう、なんか、水で溶かしてかなんかわかんないけど、2リットルぐらいのその水を、延々、2時間ぐらいかけて飲んで、で、それ、下剤みたいになってるかこう、出てくんの。バリウムみたいなゃういん、じゃない。違うんだ。こう、お尻からその水がもう、びしょ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 ってまた、出てくんのよ。で、腸内をもう、きれいにする。最初はだから茶色、結構濃い茶色だけど、だんだんもう、 透明になってくる。それを、日ニッテルでだから、ぼんわり、ニッテルでさ、一人でその液体をさ、粉、粉、2リットルぐらい水で溶かして、ちょっとずつ、楽屋でさ、飲んで、うわぁ、あ、なんか痛くなってきた一人で、トイレ行ってニッテルで。ニッテルで。で、こうしさ、行って、ジョボ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 ブシャーって、もうすごいんだよ。ジョボジョボどころじゃないんだね。もう、勢いが。ブシャーって ブシャーって出んだよ。おしっこだもん。もう、そう。本当に我慢してた時のおしっこみたいな。ブシャーって、はぁ、つって戻ってみた。それを結構何回か、4、5回繰り返す。超綺麗になるまでね。ほんに。で、繰り返してたら2、3、2回目ぐらいの時にトイレまた行ったら、なんか収録か、なんかオーディションなのかな。なんかちっちゃい可愛い男の子たちが。 髪の毛を整えてんだ。うん。鏡。ああ、子役。そう。あ、で、こう話、俺個室入ってね。話を聞いてたら、おそらくジャニーズ Jr. の子たちになって。ー。あ、そう。この間あのバックでさ、踊ってさ、みたいな。なんかそんなような話をしてんね。で、なんかその日も、えぇー、これオーディションでさ、みたいな。セリフがどうたらこうたら、みたいな。台本もらってさ、みたいな。大人だね。そう。えセリフ、え覚えてきたみたいな。 覚えてきたすげえな、みたいな。じゃあ、お互い頑張ろうぜ、みたいな。すごい、あの、キラキラした。キラキラってもう音が聞こえるぐらい、キラキラしたトークを。すごいね。そう。でも、俺はもう、俺は個室で、ジバ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 キラキラしたトークを聞きながらさ、壁一枚で全然違う。壁一枚で世界は全然違うよ。ブシャーってしながら、うん、なんとかそれをま、だから4、5回繰り返して、え腸内きれいにして、で、病院向かいました。 で、え、浅部さんですね、これじゃあ着替えてください、つって、え、お尻に穴開いた髪のパンツみたいのを履いて、で、上から剣詐欺みたいなの着て、で、順番来てこの部屋にさ、入ってって、で、ベッドにこう、ね、転がるわけ。で、最初こう3人ぐらい先生行ったのね、男の人2人、女性1人。ああ、で、女性もやっぱいるんだ。まあ、そ恥ずかしいな、なんて思って。したら、ああ、最後にこう、 ちょっと年配の50代後半ぐらいのしっかりした白衣を着た。明らかにもう、あ、この人が一番トップの人、この人がおそらくやるのかなえらい感じの方がばーってちょっとゆっくり,っくり男の男性の,の,の,のおじさん入ってきて、ちょっとその周りの助手的な人たちもちょっとこうピリッとするみたいなあ緊張感出てきた。この人にやってもらうんだ。お願いします。なんて思ってたらその人が、 え、サーベさんね。これ、本当に何もないのがね。一番いいんだけどうん。みたいな、なんか。えなんかもう。え、悪いの俺。怖いトーンで。えん。何ですかこれ。なんか告知されるんですか私。いや、いいんだけどもね。あのー、あやった後にね。サーベさん、テレビとか。で、うん。 こう、その、本当に、この検査つらかったとか、うん、あ本当に痛かった。うん、もう二度とやりたくないよ。うん、こういうこと言わないでもらいたい。 みたいな。やっぱり、その検査をやることによって、病気が発覚するから、それは皆さん健康のためにそういうことを言ったらダメだと。もちろん、それはもちろん言いませんよ。いや、大丈夫ですよ、なんてね。なんかあったんだな。んかあったのかな。結構ね、念を結構押し、強めに言われて、本当にそれで、病気が見つかる方もいるし。 言わないでいただきたい。<laughs> <laughs> それはもちろん、俺も病気、俺も病気本当に見つけなんかあったら見つけるためにやってるしね。それはもちろんそうですもちろん大丈夫です。で,すでえちょっとこう点滴、針刺されて。針刺されたけどまだ薬はこう流れては来てない。針刺されてまだストップのこの状態。で、さらにまたその先生が、この麻酔っていうのはね、みたいな。 なんか説明しだすね。うん、このマスイはね、あのー、う知ってるかも宗教団体とかね。<は>みたいな。<は>結構ちょっとこう、まあ、怪しいところもあるじゃないみたいな。<は>ダメならその、そういうとこが、こういうのを使って、<は>えー、で、意識朦朧とするの、これやると。<は>で、こっちが勝手に質問したこと答えちゃうのね。あら。みたいな。<は>で、それでこう聞き出したことを、<は>おで、 その麻酔終わった後、うん、麻酔された人はもうその記憶がないから、うん、さっき聞き出したやつを、うん、あたかも、その、教祖様みたいな人が自分の能力で、うんえー、その答えを知ったみたいな感じでこう、<ー>どんどんズバズバ当てていくみたいな、<ー>そうやって、 信者を増やしてったり。ああ、そんな。そういうなんかちょっと良くない、こう、使われ方も、してるんですよ。みたいなの説明された、状態で。そ言われて。なんか、良くないことを聞いちゃおうかなって言っていや、なんだよいや、ダメだよなんでそんなこと言うので、女子たちが。いや、絶対ダメじゃん何そんなこと言うのやだよ 怖い。医療ギャグ。医療ギマッドサイエンティストたちのなんか、やばい実験にさ、巻き込まれてる時、怖いよ、みたいな。朦朧とするとき。そう。で、じゃあ始めますね。つって、怖い状態のまま始まって、はい、じゃあ薬入れてきますね。つって始まって、で、俺はもう前回のさ、朦朧でなんか変なこと言っちゃったのがあるから、今回は、今回は、って思って、結構集中してさ、で、やっぱ偉いもんでもすぐこう、トロンとなんの眠くなってきて、うん。あーってなって。でも、 ちょっとこう、くだ。うケツに入ってくる感覚。はわかるのよ。へぇー。もちろん麻酔というか、あれやってるから痛くはないんだけど、異物感というか入ってくる感じ。なんかちょっと、ああ、ちょっとなんか、ちょっと気持ちいいなみたいな。気持ちいいかいちょっとなんかあんのよ、感覚は。ってことは、まあ、意識はある。あ、まだ大丈夫。で、こう中にこう、なんかちょっとこう、入ってってる感じもわかる。あ、で、今こう見てもらってんだな。で、特に変なことも喋ってない、まだ。 あ、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。うん。って思って、ケツからこう、抜かれてく感じもわかんの。うん。あ、もう終わったわ。終わるね。あつって、最後シポンって。シん。ポンって音が鳴ったかどうかちょっと知らないけども。一番最後最後シポン、最後シポンってもう出た感覚もなんかわかったの。うん。あ、今出てったな。うん。で、はい、お疲れ様でした。って言わて。あって。終わりだ。そう。あ、終わった。うん。はー、なんだ はいはい。はい、澤部。勝ちました、今回は。松井に。はい、勝ちました。って思ったら、その、一番偉い感じの先生が、娘さん二人。三歳と一歳。えええええええちょっとい。えええいやー、新婚旅行に、後輩連れてっちゃダメでしょみたいな。ええなにええ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  してましたよー。ー <laughs> 超怖いでしょ一人の助手の先生が、うん、サメさんお子さんいらっしゃるんですかいら,いらっしゃるんですかって聞いたら、うんうん、娘、3歳と1歳の娘がって答えて、うん、その後もう、うん、ブラ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 、うん、俺がもう喋り続けて,るって、えー、で、新婚旅行にね。えーうん 後輩となんか同期のやつ連れてっちゃいましてね。奥さんがあんまりよく思ってないんですよ、みたいな。ずっと俺、一人で喋ってんだって。そんなこと言わないでいいもんね。言わなくていいんだよ。超怖いじゃん。怖っ。で、結局その先生、なんか、新婚旅行は、ダメですよ、連れてってくる。怖っ。変なアドバイスもらって。いや、怖ないよ俺にもっとやばいことも聞き出されてる可能性ある。怖いんじゃん、それで。で、最終的に、結果聞いたら、蝶は、 すごい綺麗ですね。結局結局、そう、胃も綺麗だし、蝶も綺麗だし、腹痛の謎は結局解き明かされてないんだけども。聞き出されただけだと。聞き出されて。いや、やってみんかい。面白い。一応これ、まあ、名、そのお医者さんのね、名誉のためにあれ言ってきますけども、一応これ、え、最初子供、お子さんいますかって聞かれただけですからね。 その後、サルベが、ズラズラとかて喋ってしまったという、うことなんですけどね。あんまり、だからその、痛かったとか、そういうことをね、言わないでくださいっていうのに当てはまんじゃないの今の。やばい。だから、これ聞かれてたら、いやいや、言っちゃってるじゃんなる可能性ありますけどね。そうですね。